大変強いという負けん気の強い選手ですね。そうですね、青木選手の関節技は恐ろしいですね。すでに何人か青木選手によって壊されていますので。 74.8kg エドワルド・テッソー。そして、ブラジルのチャオビのトップオブトップ、テッソー。彼の試合を日本で見れることを非常に嬉しく思いました。インターネット上でもペソラ選手、有名な黒軍選手が対戦を逃げたというのは。そうですね、世界チャンピオンであるマリオ・ヘイスと、まあ、一度名前が上がったんですけれども、試合ちょっと賞金の絡みのことで相手が、まあ、対戦拒否しまして、まあ、それぐらいその、まあ、強いだろう。おっと飛びつき腕十字、すごいですね。青木選手、青木選手、突然関節、またですね、無事どっからともなくきますね、青木選手の関節操作は。今2度関節技を狙いました、もちろんブラジリアン柔術、関節技締め技でギブアップをしたら、そうすると一本返しになります。関節技締め技の効果的であっても決まらなかった場合、アドバンテージとか入るんですけど、今は少し浅すぎる。青木選手は下からキーロックのような形になってますね。今足で相手の肘等を決める姿勢を取ってるんですね。はい、ペソラ選手は潰してパスを狙ってますね。ペソラ選手は膝、右膝が相手の中に乗ってる状態。はい、抜けましたね。抑え込みは完成。ペソラ選手にパスガードとニーオンダベリーの5ポイントが入ります。まあ、いわゆる柔道の横手法のような形になると、横に回って胸をつけると、抑え込みパスガードが入るんですね。おっと足関節技を一瞬狙う、アキレス腱固めを狙いますが、そうですね、青木選手は足関節も強いですので、ペストラ選手は足関節を強いですね。そしてニーオンザベリーというのは、まあ、総合格闘技でいうとちょうど顔面を殴りやすい姿勢になって、はい、膝をお腹に置いて制すると2点が入る特殊な抑え込みの点数ですね。はい、2分経過、今その2つで今5対0でペソラ選手がリードしております。しかし青木選手もどんどん決めを狙って、そうですね、この青木選手、元柔道のジュニア強化選手、おっと今片手、今青木選手は少し非常に得意な方ですね。ペソラ選手はあそこからの、まあ、飛行機上げですね、からの展開が非常に強く、もともと青木選手の方がその柔道の、はい、まあ、強化選手であった、はい、もかかわらずその立ちで挑んでいる。そうですね、分かっていてあえて立ちで勝負してやると、まあ、試合前に言ってましたね。それが世界のトップであるプライドですかね。はい、そうですね、お互い自分の土俵で、はい、そしてペッソラ選手、この、まあ、赤い道着なんですけども、大変たくさんのパッチ、刺繍があり、まあ、有名なメーカーの、そうですね、CBJJO という、まあ、ブラジルの連盟の会長であり、KF、しかし場外で、はい、今度アドバンテージ、青木選手、完全背中がついていないんですね。はい、投げを打たれてるんですけど、しのいでると。KF という社長のメーカーの KF というメーカーの社長の道着メーカーの社長の息子、ね、はい、御曹司ですね。おっと柔道投げの待て、そして肩車飛行機投げの姿勢に入ろうとしましたが、青木選手バランスで落ちていました。ブラジリアン柔術と通常寝技の格闘技というイメージなんですけど、この2人完全に立ちでしょうか。はい、そうですね、世界のトップになると、その、まあ、立ち技、寝技、バランスよくできないと勝てないということですね。そうですね。4分経過。そのペッソラ選手なんですけども、道着メーカーの社長の息子で、協会の会長の息子と、はい、大変御曹司のように聞こえるんですけど、まあ、実際のアップで見てみたいけど、その顔とか、あとね、すごい傷跡がたくさん。そうですね、結構、まあ、やんちゃだと、向こうでもやんちゃだと言われているような、まあ、選手ですので。だから、
試合以外の伝説もたくさんあるんですね。そうですね、まあどこまでが本当なのかは分からないんですけれども、おっとまた別に立っていきました。そして場外、ペサ選手片足タックルへ行ったんですけども、青木選手内股で投げ落として、まあ、両者場外、はい、まあ、結構危ない選手そうですと言われてますね。レフリーの道着が崩れましたので、あのタイムをして、帯を交差しています。ただいまポイント5対0でエッソワ選手リードしています。青木選手の飛びつきの関節技をしのいだ状態から、パス2音が入って、はい、大量5点をエッソワ選手リード、はい、タックルだろ、タックル、組み手曲げんな、組み手曲げんな。しかし青木選手は決めの強い選手なんで、まあ、点数差に関係なく、はい、そうですね、もう本当に最後まで、最後の1秒まで分からないですね、青木選手の試合は。タックル、そして内股の投げ打ち合い、どちらも下にならない、またタックル、一瞬、今腕関節になりましたね。では、はいはい、今青木選手一瞬立っての肘関節になりましたね、はい、確かシュートではあれで相手の肘を壊してしまったとか。非常に静かですけれども、本当に緊迫感のある異様なムードに会場を包まれましたね。この時はアクセスどんどん足技を投げます。障害ですね。その立ち技を得意とする2人には少し会場が狭かった、ね、本当にこの2人には次はもうちょっと広いところでやらせていただきたいですね。足技を狙う選手にその足を取って、タックル飛行機投げを狙うペソ選手、おっとまた飛びつきの飛びながらの関節を狙いました青木選手。しかしお互いまた嫌って立ち技、待っちゃダメだけど丁寧に行け。ちょっとペソア選手が落ちてきた感がありますね。当日計量でありますが、やはり試合の時点になると若干青木選手の体格が上回りますか、はい、そうですね。おっと素晴らしい投げが決まりましたね、場外で。そうですね、今すごい音がしましたね。頭を強打しましたね、はい、青木選手にテイクダウンの2ポイントがあります。ここで集中しろ、ここで集中しろ、ここで整えろ、ここから冷静に行けよ。セコンドが冷静にという言葉が来るんですね。休むぞ相手は、大丈夫ですね、はい、そうですね、よくこれで試合が止まってしまうパターンなんですけども、やっぱりペッソア選手は気持ち強いですもんね。試合が再開するようです。投げともう一個だよ、投げともう一個。現在、ペッソ選手5点、青木選手2点で、ペッソ選手リードしております。投げようにしてるから決めもあるぞ。上を取ろうとする青木、ラスト30秒ですね。ペッソア選手、青木選手の連続の攻めをうまくしのいでおります。時間がありません、引っ込んだ、そして草刈りを狙う、そしてアキレス腱固め、足を取った青木選手、これでギブアップを取れば逆転勝利、はい、もう時間がないですね。決まった
った形にはなっておりますが、振り絞る青木、おっと時間切れ、形的には決まっていましたね。そうですね、ベストワン選手はおそらくもう時間切れを待っていたんですよね。8分では足らないようなあの緊張感がある。そうですね。ただいまの試合ポイント判定5対2をもちまして、5対2でペソア選手勝利。これはまたあの近い未来の黒帯で。そうですね、ぜひ見てみたいです。いい試合だと思いますね。会場が大きな拍手が出ています。